はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、道の駅巡りじゃないね。うん。何？気になってるところに行くシリーズ。イエーイ。何が言えなのか。ということで、はい、道の駅にやってきました。うん、でまあ気になってたというか、ここ初めて？初めて。ああそうなんだ、うん。私はもう2回目、3回目かなぐらい。なんだけど、うん、まあ、3回目そんな来てんの、うん、そんな来てるけど、うん、もうあのオープン当時に来た感じだったから、うんうん、その時はねまだね揃ってなかったのよ、中のものが、ね、うんうんうん、だから久々なんで、うん、ちょっと中をまた見て、はい、いろいろいいのがあったら買いたいと思います。はい、じゃあまあ行きましょうか。はい、早速。はい、道の駅タルミズ浜ビラタルタルパークに来ました。はい。よくよく読んだらタルタルパークなの。うん、タルタルパークです。はい。行ってみよう。で、あっちがメインの建物かな。うん。で、こっちの左方向に、ヨカモン市場と、あっちゃんの店。うん。で、あと、向こうは何だろう。あ、自動販売機って書いてあるね。あ、うん、うん。トイレと、うん。で、一番奥にはですね、あの、サップとか、カヤックとか、マリンスポーツを扱うようなお店もあるのね。へー。ちょっと行ってみよう。うん。まあ、その前に撮影許可をもらってるんで、はい。はい。中の方を撮影しようと思います。はい。いっぱい入ってるじゃん、人参も。国産だからいいねがするよね。まあ、国産高いんだ。うん、国産はいいねがするよね。蜂蜜梅をつけようと思ってるからね。そうそう。でもできるかわからない。うん、国産が高すぎるから。うん、私的にはもう保存食っていうよりも野菜系が欲しい。ああ、野菜ね。うん。野菜が欲しいかな。あ、かわいい。うん。トマトベリー。うん。あ、ヨーカリンと美味しいよね。ああ。カリンと美味しい。ちょっと安くない？380円。いや。はい、ここはお土産コーナーですね。ああ、本当だ。あんまり今の頃ですかね。あ、これおしゃれだね。うん、すごい。へぇ、手作りなんだ。すごい。あ、かわいいね。うん。へぇ、かわいい。あ、スウェーデン通ってもある。それで通っちゃった。ここにある火種入れてから燃やす。ああ、そうなんだ、うん。このウッドチップ？このウッドチップ。ウッドチップ、ウッドチップ。こういうチップだ。あ、本当だ。綺麗に綺麗にしてるよ。可愛い。いろいろあるんだね。ね。サップね。うん。お、火薬がある。火薬ってどれ？これ？あ、そうです。あ、ここにもある。あ、こういうの切るよね。ああ、切るんだ。すごい。初めて見る。生で。ちょっとあっち見てきて。どこ？あ、これだ。え？タオコン120。ほら、タオコン。今朝見せて。あ、そうなんだ。そう、今朝見せたやつって言ってるけど、今本気でちょっと考えてるんですよ。これ全部サップ。サップじゃない。あ、サップした。ち
くいいですよね。これ単純に読んのか、はい、あ、そうなの。これ120でも結構でかいんだね。そうなんですね。おいくらも円ぐらいじゃないですか。いくらと思いますか。30万いきます。いきます。いきます。36で。こっちで40ぐらい。こっちの方が長いんですよ。あ、これですね。テンションがこれ。ここにこう入れるんだ。結構大きいんだね。うん。これ気づかなかった。え、でもそう、私気づいてたよ。え、でもさ、これも体験できるんですか。あ、これはできますよ。一回体験したら。ああ、そうね。その方が分かりやすいじゃん。うん。まあ、また今度ね。もちろん今日じゃないけど、今度。これ体験しようと思ったらいくらぐらいになります。あやこは、安全講習会と普通の体験とかあって、はい、安全講習会は、あやこは例えばこれから一人でやられる方に安全企画やってるので、はい、1500円で、はい、1時間の説明やってます。1500円で、体験ってなると、はい、もう遊びになるので、はい、3500円。ああ、それでもいいかな。講習だけだったら1500円でできるってことですか。でもこれ借りてってことですか。借りて、はい、一人で出すときの、例えば風の見方とか、はい、漕ぎ方とか、はい、ちょっとなんですけど、授業チックになります。ああ、です。なるほど。ちょっと近づかきます。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、近々ちょっとめっちゃいい情報も、そうずっと終始目がキラキラしてたもんね。やっとじゃあ今度ここに近々来ましょう。じゃあ俺カヤックで、サップに乗ればいいじゃん。ああ、そうだね。うん、その時に。そうだそうだ。カヤックとサップで講習を受ければね。うん。ちょっと授業みたいな感じで。うん。やりましょう。はい。道の駅たる水。ゆったり感。ここは飛び込むのね。うんうん、そうそう。足の湯があるところ。うん、この後ね、行ってみようかな。つつじと猿ヶ城。垂水もいろいろ見どころがあるよね。ねえ、いろいろあるよね。うん、あ、この千本一丁、去年行こうと思って行けんかったもんね。多すぎて。めちゃめちゃ有名。紅葉が綺麗で。そうなの。気持ちがいいわ。桜島も見えてる。桜島綺麗。火山灰がたっぷり積もっているわ。足元。うん。すごい。いいね。あ、どうだ、ほら、フェリー乗ってよ。あ、ほんとだ。タルミズフェリー。え？タルミズフェリーでしょ？え？あ、タルミズフェリーか。うん。2階にはカフェがあります。そのさ、体験に来た時に、ここでランチする？うん、あ、そうね。うん、ランチじゃカフェ？カフェ。うんうん。しよう。いや、ランチも多分あるはずだよ。あ、そうなんだ。多分知らないけど。本当だ。いいね、もう走り。すごい。わあ、外も見せたいな。めちゃめちゃ船がいる。すごい数。この反対側にもいっぱいいるんだけど。ということで、足湯に来ました。
なかなか綺麗な。綺麗。わ、すごい、ロケーションが。あ、入れるの？入るの？え？いや、来たら入るでしょうよ。すぐ来たら入るでしょうよ。だからさ、あ、あったかいけど。あったかいけど？濡れた。何してるの？両方めっちゃ濡れてんじゃん。ね、自分でもびっくりすることがいっぱいあるもん。すげえな。あ、気持ちがいい。足は汚いでね、汚いから。上がる。だってタオル貸してくれないって言うから。最低だよね。何度ぐらいある？え、もうぬるいよ、かなり。あ、だけど30度はあるかな。あー、濡れちゃった。帰るだけだ、うん、景色抜群だったね、うん、いい具合の温度だったんで気持ちが良かったです。じゃあそれでは一旦帰りましょう。はい、はい、はい、それではお家に帰ってきました。はい、でこれまでですね、撮影で使っていた機材は実はですね、こちらのものになります。はい、ででーん、インスタ360-1R1インチエディションですね。はい、インスタ360とカメラメーカーのライカって有名なとこあるみたいなんですけど、うん、まだなんていうのかな、僕なんかお目にかかれないぐらいちょっといいやつ、うんうんうん、ライカレンズっていいのがあるんだって、うん、でそことコラボレーションしたアクションカメラなんだけど、うん、より高画質のもの、はいはい、っていうカメラみたいなんですよね、うん、で実際に今見てもらった映像は 5.3K の24コマで撮影したものなんですけど、はい、まあ、高画質になっていると思います、うん、それでですね、うん、最近大型のアップデートが入って、うん、色合いとかね、修正が結構入ってるんですよ。へー。であと GoPro なんか水平維持機能ってあるんですよ、うん、こうカメラをさ、うん、傾けても水平のままっていうような、はい、そういうのなんかもアップデートで追加されて、うん、まあ、よりね使いやすくなったアクションカメラなんですよね。はい、で今回撮影のスタイルはですね、この自撮り棒にですね、こちらのアクションカメラをつけた状態で撮影しました。はい、今このカメラね、いろいろついてると思うんですけど、うん、実は本体以外にアクセサリーが数点ついてるんですけども、はい、まずこちらですね、こちらの外部マイクアダプターって言うんですよ、うん、こちらになります、外部マイクアダプター、うん、で外部マイクを使う場合はこちらのアダプターをつけて、うん、カメラにインプットする形になります。そしてこのね、ケースがあるんですけど、このケースをつけないと外部マイクを固定する場所がないんですよ。あ、そうなんだ、うん、でそれがですね、それがこちらになります。こちらもまた別途購入する形ですね、うん、アクセサリー、ね、そう、アクセサリー品で、今現在このカメラにね、α6600 で今撮影してるんですけど、うん、これに外部マイクつけてるんですけど、うん、これをここにですね、ここの溝に外部マイクをね差し込んで、うん、端子をねここにつなぐことによって外部マイクの状態で撮影することができます。はい、で今回の撮影ではこの予備バッテリーが2つですね、はい、これまだ未開封のものなんですけど、うん、これとこれとあと本体に付属の予備バッテリー3つで挑みました。はい、まあ撮影時間が短いこともあって、うん、まあ1個で足りたね、うん、今回はね、うん、で途中使ってない時はここを外してですね、USB-C で充電することで、まあちょっとでもね、うん、充電を復活させることができるので、うん、まあそんなような使い方もできます。はい、はい、そしてですね、今回使ったこの自撮り棒なんですけど、うん、こいつがなかなか高機能でね、そういいんですよ。まあ一見するとただのね自撮り棒なんですけど、うん、まあここにねインスタ360の刻印があって、はい、で後ろを見るとね、ここにプッシュって書いてあるんですよ、うん、ここを押すことによってですね、ほら開いて、はい、三脚になります、うん、こういう風にね、そう
こんな動きですね、うん、ちょっと傘みたいな感じ、うん、そしてまたびっくりするのが結構伸びるんですよね。そうなんです。ほらこんな感じですっごい伸びます、うん、はい、まず一番短い状態ね、で約26センチです、はい、一番短い状態ですね、うん、でそれで足を開くとね、ここのプッシュボタンを押して、うん、まあ、足を開くとこういう感じになるんですけど、うん、この一番短い状態の足を広げた状態で地面からここまでの高さですね、うん、約 28.5 センチになります、はい、で次はこれを閉じて、これをマックス伸ばした状態ね、うん、いい、はい、1メーター7センチ、はい、1メーター7センチも伸びるんだ、うん、1メーター7センチ、はい、すごいね、うん、だから結構ね、うん、あの広角でまあ今回撮影したんですけど、うん、それプラスこれで自撮りすることで、うん、めちゃくちゃ広く撮れるんですよ、うん、そうそう、でなおかつ、うん、あの 5.3K の高画質だから、うん、まあ映えるよね、うん、だからこれは自撮りするにはすごく良かった、うん、すごくいいです。でこれ以外にですね、うん、今回ね、あのこちらの卓上用の三脚もご提供いただきました、はい、でこれはよく、食レポっていうか、うん、テーブルに置いて、まあ、撮影したりね、うんうんうん、キャンプの時とかさ、うん、結構多いと思うんですけど、うん、あとローアングル、うん、地面に置いてからのアングルとか、うん、結構おしゃれで僕たちよく使うんですけど、うん、そういう場合にね対応できるのかなと思ってます、はいはい、それではですね、今回この撮影したものなんですけど、うん、パソコンに取り込んだ後の編集ね、はい、スマートフォンでもまあ編集はできるらしいんですけど、うん、僕はいつもですね、プレミアプロで編集してるんですけど、インスタ360って、まあ、独自の拡張子っていうか、うん、動画の拡張子があるんですけど、それをね、プレミアプロにプラグインをまあ、インストールすることでこのデータを MPEG4 形式で編集することができるんですよ、うんうん、なんか普通 の動画の拡張子と同じように扱うことができるんですけど、はい、まあ、今回僕はそれを使って、まあ、プレミアプロで編集をしました、はい、それですね、プレミアプロがない場合の人は、うん、このインスタ360用 の編集アプリもあるんですよ、うん、だからそちらの方で、まあ、全然編集できますんで、まあ、どっちを使ってもね、綺麗に編集できるかと思います、はい、まあ、ただ気をつけないといけないのは、スマートフォンで編集して書き出した場合は、うん、最高画質がまあ 4K になるらしいので、うん、まあ、そこは注意が必要かなと思います、うん、で 5.3K でまあ書き出したい場合は、まあ、パソコンでするような感じですね、うん、で今回僕たちが撮影したのは一応 5.3K で撮影して 4K で書き出すような感じになるのかな、はい、うん、まあ、それでも全然ね綺麗だと思います、はい、はい、っていう感じで今回は撮影してみたんですけど、うん、どうだったでしょうか。まあ基本ですね、僕たち GoPro でいつもね、はい、撮影してるんで、うん、まあ、ちょっと使い方が違くて、うん、まあ、戸惑った部分は多少あるんですけど、はい、まあ、これはこれでね、うん、レンズが大きくて、うん、あとダイナミックレンジも夜のさ、うん、明暗があるところっていうところも強くなったりして、うんうんうん、まあ、それなりにね使えるカメラじゃないかなと思います。じゃあなんか気になったとこある？綺麗になったところはやっぱり、あ、ちょっとまあ画面がちっちゃいのはあるね。そうなんだよね、うん、で今使ってる GoPro Hero 9は両方にあるから、うん、そう、前の方にも、まあ、窓があって、うん、後ろの方にもちょっと大きいね、そう、モニターがあるから、うん、まあ、それに慣れてる分今回ねこれはちょっと見にくいかなっていうのを一番最初に感じました、はい、でこっちもね自分たちで自撮りをしてる分には方向を変えて、うん、で録画してる分を見れるんだけど、そうそうそう、まあ、両方ある方が、うん、まあ、その撮影的にはね扱いやすいかなという感じですね。そうそうそうです。まあ、もちろんねこれもここの後ろにですねモニターがあるんですけど、うん、向こうを撮影する場合は、うん、こっちを確認しながら撮影できるんですけど、うん、自撮りでする場合はですね、うん、このようにモニターがないんですよ、うん、でこのモニターを前に向けるんだったら一回このケースから出して、うん、このモニターを回して、うん、またケースに入れないといけないという手間があるので、うん、まあ、そこら辺はちょっとねデメリットかなと思います、はい、で、あと今回のねこのライカレンズに限ってはですね、まあ、ちょっと取り外してみようと思うんですけど、うん、ここの上の方にこういう風なレバーがあるんですけど、うん、ここを押してここの後ろをね、うん、上げるとこういう風に持ち上がります、はいはい、こうね、うん、でここの
横が動くんですけど、うん、このねあのレンズアダプターがでかすぎて撮れないんですよ。でこれを一回回して撮ってあげてこれを起こして本体を出すような形ですね。あそうそうそう。でこれでまたこれを戻してあげるっていう。あそう。でこの状態でまたバッテリーを交換したりとかですので、うん、まあそこら辺も含めるとねもうちょっとまあ改善の余地はあるかなっていう感じはします。はい、うん、はい。まあそこら辺も含めてですね、はい、あのまあアクションカメラ検討されている方は、うん、まあいろいろ調べてみてください、はい。今回ですねこのインスタ360で撮影してみたんですけど、はい、まあよかったらですねまたいいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いします、はい、お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。